はい、どうも、山形の観光地盛り上げたい系 YouTuber、てんてんです。今回ですね、訪れましたのは、最上郡大蔵村にあります、味噌ラーメンで超有名な、テレビでも何回も取り上げてられてるようなメジャーなスポットに行ってきました。もうね、書いてあるんですけど、大蔵食堂ですということで、まあ知ってる人はもう知っていますよね。味噌ラーメンで有名な店になっております。今回は大蔵食堂のメニューだったりとか、味だったりとか、まあ実際食べた感想ですよね。口コミだったりとか、恒例の駐車場の紹介をして終わりにしようかと思うんですが、ああ、味噌ラーメン、非常に美味しかったですね、やっぱり。具材もたっぷり、野菜たっぷり、そもそも器がでかい、大盛り頼んでないのにこの量かっていうぐらいで、女性の小食の方だったら結構きつい量かなとは思うんですけど、食べ盛りの大食いの人からすると涙も十分満足いただけるラーメン屋さんなのかなと個人的には思います。まあこんな感じでね、大蔵食堂さんの中に入らせていただきまして、部屋の中がですね、まあ結構和っていう感じのお店ですよね。ちなみに今回はですね、フォロワーさんと一緒に、まあ一人で入るのも寂しいので、フォロワーさん連れて行って一緒に行ってきました。この後ですね、別の動画にはなるかと思うんですが、肘折温泉近場にあったので観光がてら肘折温泉も行ってきましたので、動画アップ次第興味のある方は見ていただけると幸いです。でメニューがこんな感じです。今回は五目味噌ラーメンを私は頼ませていただきました。950円。でフォロワーさんは普通の味噌ラーメン、ここに大盛り150円と書いてありますけど、よほど大食いの人じゃない限りは並で十分だと思います。こんな感じでね、結構和っていう感じの室内になってます。ではい、到着しました。こちらが五目味噌ラーメンになります。まあ、キャベツだったりメンマだったりキクラゲだったりワカメだったりピーマンだったりコーンだったり人参だったり、もういろいろ入ってます。そしてこの量ということで非常に満足いただける内容かなと思います。こちらフォロワーさんが撮っていただいた味噌ラーメンですね。味噌、普通の味噌ラーメンでも結構ボリュームがあるのがまたすごいということで、食べていきましょう。で食べている間にですね、コメントというか口コミ等々をご紹介していきたいと思いますので、ラーメンが減っていく姿を見つつ、口コミコメント等を聞いていただければ幸いです。ちなみにコメントを発表する前に私の感想なんですが、先ほどから申し上げている通り、量がすごい、並でこの量かっていうぐらいボリュームがありますので、満足、たくさん食べる人は満足できるかなと思います。麺の方も中細麺っていうんですかね、個人的には太麺が好きなんで、ちょっと食感不足かなと思うところはあったんですけど、いろいろ研究した結果、この中細麺がいいっていうことで判断されてると思いますので、きっと太麺とかよりかはいいのかなと思います。ただ美味しいです。野菜もたっぷり入ってるんでね、非常にヘルシーなラーメン、ヘルシーって言っちゃっていいのかな、ラーメン自体もというところはありますが、野菜もたっぷり食べれますので、私は好きなお店になります。ではではコメントの方を紹介していきたいと思います。辛味噌ラーメンを注文、丼でかー、普通の店の 1.5 倍ほどでしょうか。スープを一口、想像通りニンニクが効いており、かなりパンチがありますが、コクがあって甘味もあり、美味しいスープです。麺は中太の縮れ麺でプリッと歯ごたえあり、スープに負けていませんね。味噌ラーメン人気店であえて中華そばを注文、麺は中細縮れ麺、スープは鶏ガラベースかな、やや薄め。特に特筆するポイントはないが、外の寒さでしみじみ温かい、うまいラーメンに感じます。かなり混んでますね。テレビで見てきました、なんていう家族も多い。味噌ラーメンといえば太麺の店が多いですが、ここの味噌ラーメンは珍しく中細麺です。具がいっぱい、うまいです。何だろう、うまく説明ができない、でもうまい。コクがある味噌、あとおばあちゃんたちが元気が良いですね。愛想も良くて客対応もさすが、人生ベテランの皆様のなせる技です。ということでコメント以上になりました。で私はまあスープは全部飲みきれませんでしたけどね、なんだかここまで頑張って飲みました。あー、やっぱ麺っていうよりかはね、スープがめっちゃ美味しい。味噌ラーメンでここまで美味しいスープ初めて飲みました。多分私の中ではナンバーワンかなと思います。でここから最後はですね、おまけコーナーとしまして、駐車場の紹介をしていきたいと思います。駐車場なんですが、まあ近場まではね、皆さん Google ナビで行ってほしいんですけど、
こんな感じで大倉食堂が見えてくるかと思います。でここをですね左に曲がると裏側にも駐車場があるみたいなんですけど、ここをちょっと進みますと、はい、こんな感じでここに駐車場があるんですが、大駐車場と書いてあったんですけど、なんか数台しか止められない、これ多分雪で埋もれてんじゃねえかなとは思うんですけど、数台しか止められませんでしたので、雪の日っていうか雪積もってる時に行くのは気をつけた方がいいかなと思いました、個人的には。ただアクセスもしやすくてね、駐車場もおそらく広いんでしょうから、わりかし止めやすく食べやすくで、回転も早いのかな、回転数も早いと思いますので、テレビに取り上げられて興味がある方はこちら大倉食堂さん行ってみてはいかがでしょうか。ちなみにテレビの充電させていただきませんかにも出ておりました。さんまさんの回だったかなに出ていたらしいです。私は見てないんですが、というわけで以上で大倉食堂さんの紹介になりました。少しでもいいなと思いましたら、評価の方チャンネル登録いただけると幸いです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、またね、バイバイ。